で、問題はこっからかな。なんで月島 VS 影山みたいになってんだ。君はブロックも得意なんだっけ。でもあんま出しゃばんないでね。てめえこそ吹っ飛ばされんじゃねえぞ。ヒョロヒョロしやがって。喧嘩すんなよな。敵はネットの向こうだっつーの。おい来るぞ。取りました。そういうのを見てるんだと思うよ。山口も声出しないっすな。はい。何、表情読むとか言われてもムカつく顔ってこと以外わかんねえし。影山、お前のトス精密すぎて気持ち悪い。ああ、言い方はあれだけど、月島の言うことは少しわかるな。ここに来ればいいなって思ったところにすでにある感じなんだよな。ボールが全く末恐ろしい。でも試合中だし、そこまでにしようか。黙ってこのトスを打て、庶民と言われてるみたいで腹立つ。ああ、王様、ネットからちょい離したトス頼むね。ブロックに捕まりたくないから。はぁ、分かったっつってんだよ。いや、明らかに言ってなかったよね。庶民には指図されたくないですか。そうですか。はぁ、お前らやめろ。学習しねえな。よし。ちょっと今止めたの僕なんだけど。はぁ、俺の手にも当たった。前らいい加減にしろ。分かった。ずいぶん素直だね今日。大丈夫。どっちがいいかやってみないと分かんねえし。悪い。謝るとか気持ち悪いからやめてくんない。ああ、元気じゃん。ちょっと、小さい方にばっか頼ませるって卑怯じゃないの。そっちのでっかい方。影山頼めよ。教えてください。はい。勉強教えてください。よく聞こえないんですけど。勉強を教えてください。こらダメだ、完全に心が折れてる。どんだけできるようになったかと思えばこの程度か。こんな教科書レベルの問題で頭を抱えてるとか救いようないよね。現代文なんて答えは全部問題文に入ってるんだから、単細胞の王様にはちょうどいいはずなんですけどね。ナイス。そこは噛むなよ影山。